最新の注目ラノベが丸わかり。ということで、今回は5月中旬発売の新刊ラノベ紹介動画です。5月15日から5月20日までに発売する新刊ラノベをまとめて紹介。これからどんなラノベが発売していくのか、おすすめの新作ラノベはどれなのか、がっつり話していきます。個人的注目ラノベもピックアップしていきますので、ぜひ購入の参考にしてください。それでは早速やっていきましょう。まずは5月15日発売の GA 文庫、GA ノベルからいきましょう。まずは GA 文庫からですね。やる気なし天才王子と氷の魔女のマリーベル第2巻。やる気のない主人公が政略結婚をきっかけにその実力を見せ始めていくファンタジーシリーズ。最新巻は新旧婚約者による制裁戦争が勃発するようです。異端な彼らの機密教室第2巻。GA 文庫大賞の銀賞受賞シリーズ。訳ありな少年少女が集まる学園を舞台に軍事的な要素が加わったストーリーとなっています。学園ものというよりはエージェントものって感じですかね。以上が GA 文庫です。続いては GA ノベルですね。山買いました第3巻。神様に頼まれて山を買ったらそこは異世界だったという始まりの本作。モフモフな動物たちと山暮らしをしていく異世界スローライフが魅力的なシリーズになっています。重版も結構しているようで人気となっていますね。神の使いでのんびり異世界旅行第3巻。元社畜の主人公が神様の力で転生して始まるスローライフ異世界旅行ファンタジー。優しい人々と出会って心癒されていく温かい作品です。最新巻は雪降る迷宮都市を舞台にダンジョン探索が描かれていくようですね。王子様などいりません。脇役の金持ち悪女に転生したので、今世では贅沢三昧に過ごします第1巻。漫画の世界の悪役令嬢に転生したことに気づいたヒロインが、贅沢三昧な日々を守るために奮闘する異世界ファンタジー。金も権力も使い放題で、自由気ままに生きていくストーリーとなるようです。以上が GA 文庫と GA ノベルの新刊ラインナップでした。続いては TO ブックスですが、こちらは5月15日発売と20日発売を合わせていきましょう。ティアムーン帝国物語短編集。昨年アニメ化もされた人生やり直しファンタジーの最新刊。今回は短編集ということで、9巻までの特典短編や各メディアミックスで描かれた短編など、合計20本ものストーリーが一冊にまとまっています。書き下ろしの短編もあるようですので、シリーズファンは要チェック。ヒロイン聖女、いいえ、オールワークスメイドです第5巻。乙女ゲームの聖女に転生したヒロインがメイドとして活躍しまくっていく勘違いお仕事ファンタジー。規格外のメイドが無双しまくっていくコメディ展開が人気です。シリーズ累計は早くも30万部を突破。かなりの人気となっていますね。転生魔女の気ままなグルメ旅第2巻。前世で魔王を倒したヒロインが、本世では自由気ままに生きていく勘違いグルメアドベンチャーとなっています。コミカライズの第1巻も同月発売ですので、そちらも要チェック。続いては5月20日発売のラインナップですね。転生霊嬢は精霊に愛されて最強です。だけど普通に恋したい11巻。アラサー OL のヒロインが異世界転生し、砂漠化が迫る国の辺境白霊嬢になって始まる本作。精霊たちに愛されながら普通の恋を求めていくラブコメファンタジーのようですね。最新巻は物語の大きな節目が描かれるようです。出来損ないと呼ばれた元英雄は実家から追放されたので好き勝手に生きることにした第7巻。現在アニメが放送中の最強無双ファンタジーの最新巻。アニメに関してはね、ちょっと向かい風っていう感じですけど、だからこそ逆に原作を読んでみるっていうのもありでしょう。ちなみにシリーズ累計は90万部を突破。大台の100万部まであと少しですね。裏稼業転生第4巻。現実世界で極道だった男が異世界の貴族に転生する異色の異世界ファンタジー。心優しい元極道の少年が義理と人情で領地経営をしていくストーリーとなっています。転生陰陽師カモイツキ第3巻。人違いで地獄に落ちた主人公が陰陽師として生きていくことになる陰陽バトルファンタジー。このシリーズは週刊売上ランキングにもランクインしてきますので、今回もどうなるのか注目ですね。転生大魔女の異世界暮らし第2巻。古代ローマ風の異世界に転生して始まるファンタジーシリーズ。魔法の研究で規格外な革命を起こす展開が面白いコメディファンタジーとなっています。ウェブ版からの書き下ろしもたっぷりと収録。スライムは最強たる可能性を秘めている。2回目の人生、ちゃんとスライムと向き合います第1巻。第11回ネット小説大賞の金賞を受賞した新シリーズ。貧民だった主人公が子供時代にタイムリープして、相棒のスライムと共に成り上がります。コミカライズ企画も同時進行中のようですね。聖女だけど闇落ちしたらひよこになりました第1巻。仲間に裏切られた最強聖女のヒロインが自分を助けてくれた魔王に恩返しをしていくコメディファンタジーな新シリーズ。ヒロインは幼女になるようで、子育て的な要素もあるようですね。ギルドの受付嬢は定時上がりの夢を見る第1巻。ゆったりとした仕事を夢見るギルドの受付嬢が世界一忙しい街に移動して始まるお仕事系な新シリーズ。規格外の力を持った受付嬢がいろいろなトラブルに対応していくお仕事奮闘記となるみたいです。以上が TO ブックスの新刊ラインナップでした。
続いては5月15日発売のサーガフォレストとアーススターノベルを行きましょう。まずはサーガフォレストからです。腐敗の雑魚将軍第2巻。戦闘系スキルが手に入らなかった主人公が実家から追放されて始まる戦記ファンタジー。主人公の能力は質問の答えがイエスかノーでわかるっていうある意味最強のスキルですので、軍師として無双していくストーリーが楽しめます。悪役令嬢ペタラの大神殿暮らし第1巻。新人賞の金賞を受賞した新作ゲーム世界転生ファンタジー。乙女ゲームの悪役令嬢に転生してしまったヒロイン。持ち前の治癒能力で貧民街にいる人々を助けたら、聖女見習いになるという始まりとなるようです。ちなみに表紙で膝枕しているのは女の子っぽいんですけど、どうやら男の子みたいですね。ユリラの好きは注意です。友達以上恋人未満の魔法使いたち第1巻。魔法学園を舞台にした新作ラブコメファンタジー。魔法学園卒業間近で言われのない球団を受けたヒロインが友人であり学年主席のヒーローに助けられるという始まりの本作。能力を隠していたヒロインと訳ありイケメンとの純愛展開となるみたいです。以上がサーガフォレストの新刊でした。続いてはアーススターノベルです。俺は全てをパリーする第8巻。攻撃を弾き返すパリーで無双するバトルファンタジーの最新刊。こちらは要注目タイトルとしました。このシリーズは今年の7月からアニメが放送を開始。 PV 見る感じね、かなりいい雰囲気なので期待大ですね。主人公が基本的に剣撃でバチバチ戦い続けますので、バトルシーンの迫力に期待です。武骨な主人公が活躍する硬派なファンタジーが好きな方は、本シリーズぜひチェックしてください。続いてはこちら。生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので余裕で生きてます第5巻。魔法適性の測定ミスで両親に捨てられた主人公が、大賢者としての記憶と能力で圧倒的な力を見せつけていく冒険ファンタジーとなっています。主人公の見た目がね、完全に赤ん坊の状態ですので、なかなか珍しい転生ファンタジーかもしれません。私、異世界で精霊になりました。なんだか最強っぽいけど、ふわふわ気楽に行きたいと思います。第2巻。VRMMO の自作キャラの姿のまま、異世界転生して始まるファンタジーシリーズ。精霊が信仰される世界で、精霊族として転生する、ゆるふわソロライフストーリーが展開していきます。小さな妖精に転生しました。第1巻。まさかの妖精転生の設定が被っている新シリーズ。ただこちらは自分の名前もわからない状態のようです。妖精の力を生かして自由気ままに生きていたら、国の問題を無自覚に解決しちゃう痛快ファンタジーとなるみたいです。ガイド役の天使を殴り倒したら資料術師になりました。第1巻。小説家になろうの VR ゲーム FF ジャンルの年間1位を獲得した新シリーズ。 VRMMO ゲームの最初のナビゲーションキャラを殴り倒したことで超絶レアイベントを引き当てて始まる本作。ユニークジョブの資料術師になったことでレアモンスターを楽々ゲット、最強パーティーを作ってしまうチート展開が楽しめるようです。以上がアーススターノベルの新刊ラノベでした。続いては5月17日発売の電撃の新聞ゲーと HJ ノベルスを行きましょう。まずは電撃の新聞ゲーからです。リビルドワールド第8巻下巻。トレジャーハンターの主人公が荒廃した世界をかける近未来 SF ファンタジー。こちらは要注目タイトルとしました。すでにアニメ化も決定している本シリーズ。現在ティザー PV まで公開されていますので、早ければ今年の秋くらいに放送される可能性もありますかね。スラム街出身の少年が不可思議な美女と出会ったことでハンターとして成り上がっていくストーリーが面白い本作。荒廃した近未来世界のサイバーパンク的な世界観がよくできていますので、アニメでそこら辺がどう表現されるのか注目です。ちなみに原作ラノベは約1年ぶりの発売、書籍版のオリジナルエピソードとなりますので、ウェブ版からのファンも必見です。続いてはこちら。チュートリアルが始まる前に第4巻。チュートリアルで必ず死んでしまうクソ雑魚底辺ボスに転生し始まる反逆ファンタジー。最新巻はバトルロイヤルや水着イベントなど盛りだくさんなストーリーとなっているようです。母を訪ねて異世界に第2巻。愛犬と一緒に家ごと異世界転移して始まる本作。実は異世界生まれだった主人公が失踪したはずの母親と再会したり、家族をテーマにしたストーリーが展開していきます。悪役好きの俺、推しキャラに転生第2巻。ゲーム世界の悪役キャラに転生し、その破滅フラグを潰していく異世界ファンタジー。自分が推していた悪役キャラに転生するっていうのは、意外と珍しいパターンですかね。元au パーティーの荷物持ちおっさん。転生して現世ダンジョンを無双する第1巻。日本各地にダンジョンが出現した世界で、異世界から転生してきた主人公が荷物持ちスキルで活躍していく新作ファンタジー。現代ダンジョンもので、主人公の前世が異世界人っていうのは意外となかったパターンかもしれませんね。以上が電撃の新聞芸の新刊ラインナップでした。続いては HJ ノベルスです。異世界料理道33巻。料理人見習いの少年が異世界転移して始まるグルメ系ファンタジーの最新巻。こちらは要注目タイトルとしました。
個人的にかなり推しているシリーズでして、関数がめっちゃ多くなってるんですけど、それに見合った面白さのある作品だと思います。まずね、グルメ描写がめっちゃ良くて、読んでいるだけでお腹が空きますし、主人公が試行錯誤していく姿とか、彼の料理で人々の生活が豊かになっていく展開もめちゃめちゃいいです。こっから読むのはね、結構大変な冊数ですけど、一度読み始めると止まらない面白さがありますので、グルメ系ラノベ好きは必見です。異世界はスマートフォンとともに30巻。アニメ化もされている異世界ほのぼのファンタジーの最新巻。今回でついに巻数が30巻目まで来ました。これだけ続いているっていうのは本当に凄まじいですよね。ちなみに今回は書き下ろし脚本で送るドラマ CD 付き特装版も同時発売。57分の大ボリュームドラマ CD となっていますので、シリーズファンは必見です。神たちに拾われた男15巻。こちらもアニメ化している異世界転生ファンタジーですね。スライム研究などをしながらスローライフを楽しむ展開から始まり、徐々に冒険ファンタジーとしてストーリーが広がっている本作。最新巻では大樹林攻略と魔獣討伐がメインとなるようです。マギカテクニカ、現代最強剣士が行く VRMMO 戦闘録第10巻。現実世界で現代最強の剣術を極めた主人公が VRMMO ゲームを始める異色のゲームファンタジー。現実の剣技を武器に無双するリアルチートがすごすぎるのが特徴です。それにしても最新刊の表紙スタイリッシュでかっこいいですね。祝聖女になれませんでした第2巻。モフモフな精霊に愛されながら平穏に生きたいヒロインが世界の危機まで救っちゃう聖女系ファンタジー。最新刊では聖女者お約束のポーション作成で無双しちゃう展開となるみたいです。以上が HJ 文庫の新刊ラインナップでした。続いては5月17日発売のファンタジア文庫を行きましょう。ジュニアハイスクール DD、転校生は侍ガール第1巻。ファンタジア文庫で長く続いているハイスクール DD の最新シリーズですね。こちらは要注目タイトルとしました。この新シリーズは本編作者の石渕一英先生が監修となっている外伝シリーズになります。宮本武蔵の子孫である少女、宮本ゼッカを主人公にしたガールズバトルストーリーとなりそうです。若干ユリ要素もありそうな雰囲気ですかね。ちなみに時系列としては、無印版ハイスクール DD の第10巻、アニメで言うと、ハイスクール DD 第4期の最終話直後ですので、アニメのみ見ている人でも楽しめるようです。ハイスクール DD はね、本編の刊行が結構止まっちゃっていますので、シリーズファンは今回の新シリーズで成分補給するしかないですね。続いてはこちら。異世界でチートスキルを手にした俺は現実世界をも無双するガールズサイド第5巻。テレビアニメ2期まで決定しているチート無双ファンタジーのスピンオフ最新巻。現実と異世界を行き来して圧倒的なチートっぷりを見せる主人公ではなく、彼を取り巻くヒロインたちにスポットが当たったガールズストーリーとなっています。本編に比べてしっかり冒険ファンタジーをしているっていうのが特徴ですかね。貴族令嬢俺にだけ懐く第4巻。異世界転生して貴族になった主人公が現代人の感覚で謙虚にヒロインに接していたらめちゃめちゃ惚れられてしまうラブコメファンタジー。甘々度の高い学園ラブコメがメインですので、そういったジャンルのファンタジー好きは必見です。金属スライムを倒しまくった俺が黒金の王と呼ばれるまで第3巻。家の庭にできた極小ダンジョンから出てきた金属スライムを倒し続けていたら圧倒的な力を手に入れてしまう現代ダンジョンファンタジー。主人公が絶妙に報われないお仕事ストーリーとなっていまして、独特な読み口のシリーズになっています。ダークヒーロー的なストーリーが好きな人にもおすすめですね。美少女揃いの精霊に育てられた俺が人類の切り札になった件第2巻。魔術学園を退学寸前な主人公が1000年前の戦争で活躍した美少女英霊たちと出会って始まる成り上がりファンタジー。最強の師匠に鍛えられて真の力が目覚めていく逆転ストーリーとなっています。2番目の僕と1番の彼女第2巻。昨年発売した純愛系ラノベの中で個人的に一番良かったと思っている本シリーズ。こちらは要注目タイトルですね。本作は影の薄い主人公がクラス1の美少女と距離を近づけていく王道の青春ストーリーなんですけど、主人公が抱えている過去がまあ重い。物語が進む中で明かされる彼の過去と、その過去を持っているからこその優しさが素晴らしいんですよね。さらにね、そんな主人公がヒロインの悩みに寄り添っていくストーリーとなっていまして、作品全体が優しい雰囲気になっているっていうのが特徴です。最新巻ではね、タイトルの大元にもなっている主人公と同姓同名なイケメンキャラも登場し、物語に絡んでくるみたいです。ちなみに本作紙書籍は発売されず、電子書籍のみの発売ですので注意してください。できればね、一巻未読の方もこのシリーズはぜひとも読んでほしいです。続いてはこちら。男女の力と低層が逆転した異世界で誰もが俺を求めてくる件第1巻。低層観念が逆転した異世界で貴重な回復魔法を使える主人公ががっつりモテまくっていくハーレムファンタジー。結構エッチな要素が満載な新シリーズになりそうです。
すまん、クラスで人気の文学少女がスカートを短くしたのは俺のせいだ第1巻。清楚な文学少女にアドバイスをしたら、見た目が徐々に垢抜けていく新作ラブコメ。清楚で落ち着いたヒロインが大胆にアプローチしてくる姿にドギマギしちゃう甘々ラブコメとなりそうです。魔王討伐から半世紀、今度は名もなき旅をします第1巻。魔王討伐の旅から50年後を舞台としたセカンドライフ的な新作ファンタジー。こちらは要注目タイトルとしました。女神の祝福によって体が若返った主人公がかつてのパーティーメンバーや孫娘たちと一緒にもう一度旅をしていくストーリーとなるようです。自分たちが作った美しい世界を自由気ままに冒険していくっていうことで、スローライフ寄りな旅系ファンタジーとなりそうです。ウェブ版からの評価もね、かなり高いですので、ほのぼの系なストーリーが好きな方は本作チェックしてください。以上がファンタジア文庫の新刊ラインナップでした。続いては5月20日発売のガガー文庫と GCN 文庫を行きましょう。塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い第9巻。ガガー文庫の中でも人気を高めている青春ラブコメの最新巻。人見知りなヒロインを主人公が支えていく甘々っぷりが楽しめる本作。シリーズ累計は100万部を突破していまして、しっかりヒット作品に成長しています。個人的にはね、アニメ化の可能性もあるんじゃないかななんて思っています。恋人以上のことを彼女じゃない君と、シュウ。元恋人と再びつながりを持ち始めていく大人のモラトリアムラブコメの最新刊。こちらを要注目タイトルとしました。大学時代に別れてしまった主人公たちが社会人になってもう一度出会う本作。仕事で擦り切れていた二人が心も体もつながって癒されていく曖昧な関係性が魅力的なシリーズになっています。そんな本シリーズ、今回でついに最終巻ということで、物語はクライマックスを迎えます。ちなみに関数としては4巻で完結ですね。社会から逃げてぬるま湯に使っていた2人が果たしてね、どんな終着点へたどり着くのか、ハッピーエンドで終わってほしいですよね。続いてはこちら、かくて謀反の冬は去り第2巻。昨年ガガー文庫の新人賞を受賞して始まった宮廷スペクタクルファンタジーの最新巻。古代や近代が絶妙に折り重なった独特な世界観が特徴的な本作、宮廷をめぐる作謀が面白いシリーズとなっています。小説夜のクラゲは泳げない第1巻。現在アニメが放送中の夜クラが原案の薬勇気先生自身の手でノベライズ化。スピンオフとかね、外伝ストーリーというわけではなく、本編に沿ったノベライズとなりそうですので、アニメの副読本的に楽しめる小説となりそうです。薬勇気先生がそれぞれのキャラの心情をどう表現していくのかも注目です。以上がガガー文庫の新刊ラインナップでした。続いては GCN 文庫です。孤独な彼女第1巻。ダークな雰囲気の表紙が特徴的な本シリーズ。実はね、こちらの新作、自分はすでに読了済みでして、公式の方でね、推薦コメントなんかも書かせてもらいました。他にもね、いろいろなレビュアーさんたちが推薦コメント書いていますので、ぜひね、そちら特設サイトの方でチェックしてください。怪異ホラーチックな雰囲気がありながら、日常ストーリーとしての面白さもしっかりあって、かなりね、面白い作品となっていました。孤独な彼女っていうタイトルがね、一体どういう意味を持ってるのか、ぜひ読んで確かめてみてください。続いてはこちら、全員覚悟ガンギマリなエロゲーの邪教とモブに転生しまった件第1巻。鬼畜エロゲー世界のモブキャラに転生し始まる異世界ファンタジー。邪教とモブポジションに転生した主人公が女幹部や教祖から一目置かれていく異色のゲーム世界ストーリーとなるみたいです。なんか表紙見る限り結構悪が強そうな作品ですかね。以上が GCN 文庫の新刊ラインナップでした。はい、ということで5月中旬発売の新刊ラノベを一気に紹介していきました。気になった新刊ラノベあったでしょうか。ぜひねコメント欄で教えてください。5月下旬発売のラノベもまた動画でまとめていきますので、この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。